となってくるのが、はい、鉄平選手だと思うんですが、はい、グラウンドで松本さん結構鉄平選手に声かけていらっしゃって気にかけていらっしゃいますよね。そうですね、まあ、彼が入ってきて、まあ、ちょうど中日から来て、はい、まあ、初めて見たんですけど、うん、その時にこうなんかこういいものを感じたんですよ、でこれ使ったら面白いなっていうことで監督にもかなり推薦して、まあ、当時は使ったり使わなかったりやってたんですけど、はい、まあ、そういう素材っていうものを、まあ、感じたんで伸びてほしいなっていうのがありますね。そのもう重要なキーパーソンとなる鉄平選手、まあ、一時期は体調不良で心配されたファンの方も多いと思うんですが、元気になって戻ってきました。その鉄平選手のインタビューをご覧いただきましょう。今シーズンここまで3割以上こうキープされている鉄平選手なんですが、ご自身ではどうですか、この 1,2 ヶ月っていうんですか、振り返られて調子っていうのはどのように感じてますか。交流戦に入ってからちょっと良くないですね。あんまり、まあ、いい日もあれば悪い日もあるんですけど、まあ、全体的にはあんまり良くないです。そうなんですか。あの開幕からの状態で考えるといかがですか。ピークというかご自身の中では手応え一番感じてたのっていつ頃ですか。手応えが一番良かったというか、一番今日は試合してて良かったなと思ったのは開幕戦だけです。それでもコンスタントに打ってるイメージ皆さん持ってる。あ、いやいや、あ、そうなんですけど、ピッターはまあコンスタントに出てたんですけど、交流戦入ってから非常に打ち損ねが多いというか、打ち損じが多いというか。じゃあご自身の中でこうちょっと納得いかない部分がここしばらくは続いているという感じなんですね。はい、あの時はもうリフレッシュすることだけを考えて、切り替えることだけ考えて休んでましたけど、まあ、バッティングも少し切り替わってしまったみたいな感じがちょっとありますね。そうですか、いやファンの皆さんも、あら、鉄平選手お疲れだったのかしらなんて思ってたと思うんですけど。お疲れだったんですかね、多分。それはありますけども、ありますけども、やっぱり引っ張っていくにはそれなりに、結果を残していかないと、口で言うだけじゃ何度もならないとこなんで、難しいとこですよね、やっぱり。いや、もう鉄平さんの場合はやっぱり態度もそうですけど、さらにはこう結果でガツッと引っ張っていきたい、うん、そうです。僕はあんまり、まあ、ご存知か知らないですけど、あんまり言うタイプじゃないんで、まあ、それなりに形として残さないと、まあ、ちょこっと何か言った時でもね、説得力ないでしょうし、まあ、その点意識はしますけど。今年はですね、まあまあ、ちょっと引っ張り気味だったそのバッティングをちょっと、まあ、もっと広角に打てるようにっていうところから入ったんですけど、はいはいはい、で、まあまあ、2塁打3塁打が、まあ、それなりに出てるのもいいんですけど、うん、ちょっと今6月14ですか、ホームランがゼロなんですよ。それ実は聞こうと思ってた。そうなんですよ、あのゼロって書いてるのが僕もう嫌で、もうすごい嫌で、ずっと。やっぱりそうなんですか。いや、どちらかなってあんまり気にしてないんですっていうか、どっちなのかなと思って。いや、すごい嫌です。もっと打率落ちていいんで、ちょっと1位、せめて1位にしたいです。ゼロだとあんまり打席立ってない人みたいなんですよね。じゃあもうこれでそのホームラン1本出たら、ちょっとだいぶ気分も変わってくる。そうですね、またそのヒットだけ打ってればいいやっていう気持ちになるかもしれないですけどね。でもそれに向けてあまりこうバッティングのスタイルとか変えるタイプじゃないような感じもするんですけど、まあ、交流戦でセ・リーグの球場行って、やっぱりボールよく飛ぶし、球場も狭いし、まあ、ここに比べるとですけど、まあ、僕でも十分チャンスがあったなという、感じがあってですね、ちょっとこう、まあ、大きな、スイングになったせいで、少し率が下がっている部分もありますね。いや、でもぜひその1本近々出ることを願っております。僕も出したいんですけどね、なかなか昨日も
もう全力で叩いたんですけど、フェンスの前で捉えちゃったんです。ギリギリでフェンス当たるのよくありますけどね。入らないですよね、ここ。ワンバウンドでタイトルみたいな。決定コールがかかるんじゃないですか。はい、確かに。あの辺になんかこう一つアピールするものがあれば、もっといいかな。そのアンサーをちょっと。そうそう。答えるような感じ、だから何か一つ自分で考える、それぐらいのアピールをしてこう気持ちを前に出してやってもらう、はい、どうぞ。分かりました。分かりました。ファンの人にアピールするようにちょっと答えてもらいたいな。何か動作で表せってことですか。そうですね、まあ、それはじゃあ今後ね、はい、ちょっと考えてもらって、はい、今回実は番組のゲストが松本さんなんですね。はい、はい、ぜひ一言答えていただいてもいいですか。いやあれですね、いや考えたんです、本当に考えたんですけど、まあないんですよ、もうパクリしか考えうがわないですよね。でもパクリはやっぱりまずいですからね。はい、まあ、一応それなりに今年はバットをぐる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 回しながら打席入ってるんですけど、まあ、それっていうことにしといてください。わかりました。それが徹底コールに応えるサインということで、ファンの皆さんも喜ぶと思いますので、構える前にぐる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 回してる。あれがファンへの答えと。わかりました。じゃあ今シーズンまだまだ続きますけれども、ぜひコンディション整えてホームラン1本を期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。独特の鉄平選手の語り口もお楽しみいただきました。松本さん、はい、キャンプでの要望に少し答えてくれてるようでしたよ。やっぱり考えてるんですね、はい、彼なりに、。ただね、やっぱりその照れるって言ったら変ですけど、もっとねこう、アピールしてほしいな。そうなんですね。だからもっと自分を出してほしいなっていう、ね。はい。だからそれだけ、やっぱり。多分チームとして必要な選手だと思うんですよ、だからそういう意味でもその自分がこのチームを引っ張るんだっていう気持ちが、うん、もっとその試合とかにね、はい、出てもらいたい、出してもらいたい、うん、そういう思いで僕は言ったんですけど、はいはい、バッティングの上ではいかがですか、期待するところ。バッティングはですね、まあ、今そのまたチーム事情でいろんなところ打ってますけど、うん、最初のそのスタートした時点で3番打ちましたよね、はい、あのポジションがね僕は一番いいと思うんですよ。だから両方つなげられるんで、うん、塁にも出れるし、また打点も返せる、うん、そういうバッターになってもらいたいなと。キャンプバッティングコーチのシーズン前の鉄平選手に3番に入ってほしい、走れるからそのと4番が返すことができるっていうね、話もされてましたね。そういうつながり役っていうのはできますんで、そういう意味ではね、そうずっと置いてほしいんですけど、はい、やっぱりこうシーズンやっていくうちにその、まあ、怪我人とか、特にこの長打を打てるバッターがみんなダメになっていきましたね、はい、だからそういう中でこう打順っていうのが狂ってきたっていうのはあると思うんですけど、やっぱり固定できるようになったらチームとしては強いと思いますよ。3番徹底復活なればチームも上がってくるということですね。はい、徹平選手のインタビューご覧いただきました。後半の後は交流戦の後半を振り返ります。素直はもう本当おおらかで、まあいい子です。面白いならって部分ってあります。面白いですし、まあ絡みやすいタイプです。そうなんですね。さらにはこうではバッティングっていう意味では徹平選手のセンスなんていうのはどんな風に。やっぱ天才的というか、まあ、来た球を打つような感覚だと思うんですけど、
まあ、いろんな球に対応できる能力が高いなとは思いますけど。